ノースロップ海マイナス5スイス空軍の海マイナス 5E タイガー2海マイナス5はアメリカ合衆国のノースロップ社が1950年代に開発した戦闘機である。相称は A、B 型がフリーダムファイター。改良型の E、買い方はタイガー2。開発元のアメリカのほか小型軽量で取得や運用も容易であったため、冷戦当時にアジアやアフリカ、 南アメリカなどのアメリカと友好的な発展途上国にも大量に輸出された。姉妹機として練習機型の T-38 タロンが存在する。また量産、配備には至らなかったものの1980年代には本機の後継機としてス -20 タイガーシャークが計画され、極めて小型の機体に直線翼に近いような 浅い抗体格を持った主翼を組み合わせており、翼端には空対空ミサイルあるいは増装を装備する。この主翼形式はロッキード解マイナス104の影響が大であるとされている。主翼の抗体格を大きく取れば最高速度や1000音速での加速性能に優れるが、翼腹荷重が大きくなって旋回性能は低下する。対して抗体格を小さくすれば、 旋回性能は向上し、特に低速域での運動性が大きく向上する。主翼前縁に小型のラックスがついているのも特徴である。これはもともと前縁フラップの電動作動機を収めるため、主翼前縁と胴体の間に三角形のフェアリングを設けたもので、飛行性能の向上を意図したものではなかったが、離着陸性能の向上や失速防止など、 全く予想外の大きな効果が得られる結果となった。偶然の産物ではあったが、後のの、e、い、買い方や回 -20 では大型化され、さらにその浅い交代角の翼やラックスは、ノースロップ社が開発した UF-17 にも継承されている。回 -5 の操縦性の高さには定評があり、カスタマーには概ね好評を持って迎えられた。 例えば、原型 KN-156AF の初飛行に、望んだ、ノースロップ社の主任テストパイロット、ルーネルソンは、強要ある婦人のような特性だと評している。この優れた、操縦性は、派生型の超音速練習機 T-38、タロンは、元より、回 -5 の後継、発展型である回 -20 まで受け継がれた。また、 高着装置の外見からは想像しにくいが、不正値や未舗装滑走路から運用することもできた。k マイナス 5E に搭載される J85 エンジンエンジンは、ゼネラルエレクトリック社製の J85 ターボジェットエンジンを2機搭載する。J85 は元来ミサイル用として開発された、画期的な小型ジェットエンジンであり、水力重量比は、 当時の重く大きな大水力ターボジェットをはるかにしのぐものであった。J85 の総発としたことで、イマイナス5は極めてコンパクトにまとめられたのである。小型エンジンは整備性の向上にも役立っている。重量が軽いため、ジャッキなど特別な工具を使わなくても数人の人でさえあれば簡単にエンジンを着脱でき、設備の乏しい途上国や前線基地でも整備。 運用が容易だった。加えて、回5は整備の便を考慮して、エンジンの着脱を斜めのラインで行えるように、後部胴体の形状を工夫している。双発であるため、被弾、故障の際の生存性も高い。小型エンジンを複数積む場合の短所は、燃費効率が悪くなるテントコストの上昇である。しかし、J85 は、ミサイルや無人標的機。 他の小型機にも大量に採用されたエンジンであり、機材そのもののコストは量産効果によって下げることができた。また、工術の通り本機は冷戦下においてアメリカと友好関係にあった発展途上国向けの供与機として採用されたため、燃費効率の良い強力なエンジン単発による長大な航続力を持った航空機では周辺国に過度の脅威を与えることにもなり、 供与する側のアメリカとしてもあまり望ましいことではなかったため、かえって好都合となった。航続力、搭載力が制限されている一方で、回マイナス5は反復出動を考慮した設計となっており、例えば給油口は加圧式の1.9油で短時間での燃料補給を可能としている。構造が単純で整備性の高い機体も相まって高い稼働率を実現しており、 後日の少しタイガー作戦では、アメリカ本土からフェリーされてきたばかりの海マイナス5が、整備、再装填の上、わずか5時間後に初出撃を記録した例もあった。M39A に 20mm、機関砲。機関砲本体のもとに弾薬箱がある。固定兵装は、短座型の海マイナス 5A と、海マイナス 5E は共に、 機種に2門のポンティアック M3920mm リボルバーカノンを搭載し、1門あたり280発の弾薬を搭載する。複座型については、k マイナス 5B は機関砲を搭載しておらず、k マイナス 5F は機関砲を1門に減らした上、弾薬数も140発に削減されている。射撃の際は、方針の前に格納されているガスデフレクターが展開し、 発射ガスがエンジンに吸入されるのを防ぐ。機外兵装については、量子翼端、量子翼下に2つずつ、胴体下の計7箇所にハードポイントがあり、胴体下と量子翼下内側のハードポイントには、増装も装着できる。空対空ミサイルについては、翼端のミサイル発射レールに AIM-9 サイドワインダーを1発ずつ搭載する。空対地攻撃については、 主にマーク82500ポンド爆弾、M117750 ポンド爆弾などの無誘導爆弾やハイドラ70ロケット弾、ナパー,ーム弾、クラスター爆弾などの無誘導兵器が主に使用される。イラン、サウジアラビア、モロッコ向けの海マイナス 5E、海、e、にはマーベリック空対地ミサイルの運用能力が追加された。海マイナス 5E、海、e、の近代化海周期では、 指定外空対空ミサイルや精密誘導兵器の運用能力を付与されていることが多い。試作型 UF-5A 他社との新戦闘機競争で大きく水をあけられていたノースロップ社は第二次世界大戦中に建造されて当時まだ多数残っていたアメリカ海軍の護衛空母用の艦上戦闘機としてウェルコが失地技師たちの設計による N-156 を提案した。 しかし海軍がこれらの護衛空母を退役させることとしたため、1954年にこの提案は取り下げられ、ノースロップは海外輸出市場に活路を乱すこととなった。同時に空軍の練習機 T-33 の後継にも目をつけ、戦闘機型を N-156 回、練習機型を N-156T として並行して開発を進めた。 この N-156T は空軍に T-38 として採用され、N-156AF も自社資金で開発を継続した。1950年代末より、東側諸国やその友好国へ、ミグ -17 やミグ -19 の供与を進めていたソビエト連邦に対抗するべく、アメリカはこれらのソ連製戦闘機を上回る性能を持ち、 かつ廉価で運用、整備が容易な戦闘機を西側諸国と友好関係にある発展途上国向けに供与する計画を進めていた。しかし、すでに海マイナス86や F マイナス84は旧式化しており、より新しい機体は複雑さ、性能、価格、軍事機密などの面で途上国に輸出できるものではなかった。これに対し、広報、 即興用のレーダーやみこし計算式標準機さえも搭載せず、小型エンジンを使用した N-156AF は、廉価かつ運用、整備が容易だったため途上国向けの海外、共有戦闘機に選ばれることとなる。こうして N-156AF は、海 -5A と命名されるとともに、機関砲を装備しない、複雑練習機型海 -5B も開発され、 1964年から配備が開始された。海 -5B 供与された国は南ベトナム、タイ、イラン、エチオピア、サウジアラビア、ヨルダン、大韓民国、リビア、モロッコなどである。また、高価な海 -104 を保有していた中華民国、ノルウェー、ギリシャ、トルコにも2 0 0 9級の補助戦闘機として供与された。この他にパキスタンも 第3次インパ戦争中に、リビアの海 -5A をパイロットと共に提供され、数機使用していたとされる。ベトナム戦争では、南ベトナム空軍が主に北ベトナム軍への対地攻撃に使用したほか、北ベトナム軍が旅客した南ベトナム空軍の海 -5A で、サイゴンの南ベトナム大統領府を爆撃した。南北統一後のベトナムでは、 南ベトナム空軍から接収した海マイナス 5A が、対地攻撃人向きとして、カンボジアベトナム戦争に用いられていた。ライセンス生産権を取得したカナダでは、自己資金によって、空戦フラップや2段伸縮式前足の追加といった改良が行われ、カナダ向けを CF-5、オランダ向けを NF-5 と呼称して製造した。 独自改良を加えて2カ国で使用された、このライセンス生産型は、ベトナム戦争での使用経験とともに、改良型であるイマイナス 5E、イ、e、開,開発の大きなヒントとなった。他に、ライセンス生産を行った国にはスペインがある。少しタイガー作戦によって、ベトナム戦争に投入されたイマイナス 5C 蒸気の通り、イマイナス 5A、B は、純粋に供与機として用いられ、 外国空軍への技術指導と訓練以外に、アメリカ空軍での使用予定はなかった。しかし、供与された国からの実績要求などから、評価試験用の海 -5A 飛行隊が臨時編成され、ベトナム戦争において、対地攻撃に投入された。この F-5A は、空中給油プローブや、装甲の追加など、従来の海 -5A とは異なる、特別使用のため、 海 -5C という非公式の形式番号で呼ばれることもある。海 -5C が参加する作戦は、少しタイガー作戦と命名され、海 -5 の作戦能力と総発エンジンによる被弾時の生存性が高く評価されることとなった。機体は試験終了後、南ベトナム空軍に引き渡されている。なお、少しとは日本語の少しであり、元来は、 リトルタイガーとすべきところを外国語風の語感にするため少しタイガーとした。海マイナス語 A、B は発展途上国における初のジェット戦闘機としての利便性や経済性に加え高価な戦闘機にまっさるとも劣らない抜群の機動性で国を問わず広く使用された戦闘機である。ベトナム戦争以外で目立った戦績はないものの西サハラ紛争でモロッコが オガデン紛争でエチオピアが実戦に使用したと言われる。その多くは大地攻撃に用いられたが、モロッコの機体は第四次中東戦争においてイスラエルのミラージュ3を撃墜する戦果を挙げている。カイマイナス 5A、B はその後改良型のカイマイナス 5E、カイもしくはその他の戦闘機に交代していったが、 ギリシャ空軍やトルコ空軍はアメリカを介して各地で退役したス -5A、B を大量に入手し主力戦闘機の補助や対地攻撃、訓練用に当てた。スペイン空軍ではス -5B を高等練習機として使用している。この他にカナダで退役した CF-5 がさらなる近代化改修の後にボツワナ国防軍で再就役しており、 アフリカゾウなどの動物に対する密漁の監視に用いたという。海 -5E と海 -5 回1960年代後半に入るとソビエト連邦はミグ -21 を中小国空軍向けにも輸出し始めた。ミグ -21 は簡易ながらレーダーを装備しており、レーダーを持たず目視で戦闘を行うス -5A、B では対抗が困難になりつつあり、 エンジンパワーも劣っていた。そのため、アメリカ国防省では、ス -5A、B に代わる、新たな強用戦闘機の比較審査を1970年に呼びかけた。比較審査には、ロッキード CL-1200、チャンスボート V-1000、ス -4 の簡易型など、核メーカーによる提案があったが、アメリカ空軍は、ノースロップの提案したス -5 から21案を、 採用し海マイナス 5E と、命名、1974年から配備を開始した。海マイナス 5E、F は、基本的に海マイナス 5A、B の改良型であるが、エンジンを強化海マイナス 5A では皆無であった、レーダー類を追加 CF-5 や NF-5 で、採用された空戦フラップや2段伸縮式前足の採用などが行われ、海マイナス 5A より、 横幅が多少広くなっている。搭載された AN-APUC-153 レーダーは機能が限定的で目標追尾機能を持たず、射程の長い AIM-7 は運用できない。それでもレーダー未搭載の A、B 型に比べれば格段の進歩であり、MIG-21 を仮想的とするには必要にして十分と割り切られた。オプションで 空中受油プローブや完成工法装置などを装備、可能なほか、後期生産型の一部には、ス -20 で採用された、シャークノーズや、大型ストレーキが取り入れられており、機動性が向上している。当初、ス -5E のパイロット訓練には、ス -5B が使用されていたが、性能差が大きいこと、そして、レーダー操作の訓練が必要という点から専用の、 複雑練習機型解マイナス 5F が開発された。解マイナス 5F は、機関砲を装備しない解マイナス 5B と異なり、機関砲やレーダーを残し、燃料搭載量も解マイナス 5E と同様にした。このため、機種が107センチメートル延長されている。その一方、解マイナス5の得意分野といえる、利便性や経済性も受け継がれ、解マイナス 5A、B e を運用していた国の他にも、 メキシコやホンジュラスなどが、海マイナス 5E、F を採用した。また、スイスと韓国、台湾では、ライセンス生産が行われた。すでに旧式化した現在でも途上国を中心とした、多くの国で現役にあり、大規模な近代化回収を施して引き続き、運用している国もある。アメリカ空軍、海軍、海兵隊は、ベトナム戦争の終結に伴い南ベトナムへの、 供与が間に合わなかった機体を大量に引き取り、抜群の運動性能と類似する機体サイズから、トップガンなどの空戦訓練協定での仮想をス二 -21 あるいは、汎用の仮想敵機として長く使用した。空軍ではすでに退役しているが、海軍、海兵隊では現在も運用中である。特に海軍は既存の海 -5E の更新用として、 スイスで退役したカマイナス 5E を購入し、再生及び改造を施した上で、カマイナス 5N として再収益させている。実戦では、イラン・イラク戦争で、イランが西サハラ紛争で、モロッコが対地攻撃に使用した。前述のオガデン戦争では、エチオピアのカマイナス 5E が、ソマリア空軍のミグマイナス15などの撃墜を記録している。また、 湾岸戦争には、サウジアラビアとバーレンの機体が参戦した。韓国の機体は、冷水潜水艇撃沈事件の際に出撃し、機銃装射で北朝鮮の反潜水艇の無力化、旅客を試みたが、夜間に照明弾支援を受けながら行ったものであったため、失敗し、反潜水艇は、海軍のコルベットにより撃沈された。RF-5A カナディア製の VF-5A。 胴体側面の補助空気取り入れ口に注目。SF-5B 回 -5A 初期型。エンジンは J85GE-13 を2機、搭載。RF-5A 回 -5A の偵察機型。機種にカメラを搭載。武装は回 -5A と全く同一のため、そのままでも回 -5A と同等の空、対空戦等、空対地攻撃能力を有するか、 機種の感想で、回マイナス 5A に戻すことも可能。イラン、トルコ、南ベトナム、タイ、ギリシャ、韓国、モロッコが採用。回マイナス 5B、回マイナス 5A の複雑練習攻撃機型。T-38 の機種を流用しているため、機関砲を装備していないが、それ以外のサイドワインダー、爆弾、ロケット弾の運用能力は、回マイナス 5A と同等。 カイイマナス -5A 導入国で採用されただけでなく、カイイマナス -5E の初期導入国のうちで、カイイマナス -5A を導入していなかったブラジルとサウジアラビアも、カイイマナス -5E への転換訓練用に、カイイマナス -5B を導入している。カイイマナス -5C 少しタイガー作戦のために回収されたカイイマナス -5A。ただし、公式の形式名ではなく、部内での通称とされている。作戦名から、 少しタイガーと呼ばれることもある。海 -5A、B、RF-5A ノルウェー空軍向けの海 -5A、B および RF-5A。寒冷地での運用のため、ジャット、アレスティングフック、キャノピーおよび空気取り入れ口の除光リ装置を追加。SF-5A、B、SR 海 -5A スペインのカーサで、ライセンス生産された海 -5A。 B および RF-5A。機体そのものは後述するカナディア製と異なり、ノースロップ製と全く同一であるほか、エンジンもアメリカからの輸入品である。初飛行は1968年5月22日。複座型の SF-5B34 機と、短座型の SF-5A と、短座偵察型の SR -5A が18機ずつの、計70機が製造された。 CF-5A, D, CF-5A カナダのカナリアでライセンス生産されたカイ -5A, B.CF-5A は RF-5A に準じた偵察機型。カナダ空軍では CF-116、ベネズエラ空軍では VF-5 と呼称される。基本的にはノルウェー空軍仕様のカイ -5A, B と同じであるが、 以下の改良が加えられた。エンジンはオリジナルの回マイナス 5A、B より高出力の J85CAN-15 に変更。これに伴い、エンジン直前の後部動体側面にルーバー開閉式の補助空気取り入れ口を追加。前足を 33cm 延長する機能を追加。これにより離陸時に約3度の迎え角をつけ。 離陸滑走距離を20%ほど短縮。フェランティ製のリードコンピュータ式小順機を装備。機体右側面にボルト止めの空中重油プローブを追加。初飛行は1968年5月4日。短座型の CF-5A が89機、複座型の CF-5D が46機の計1 3 5機が製造された。カナダ以外ではベネズエラが導入したほか、 カナダ空軍の中古機をボツワナ国防軍が導入している NF-5A、B オランダ空軍向けにカナディアが製造した回 -5A、B オランダのフォッカーで製造したコンポーネントをカナディアに持ち込んで組み立てる方式で生産された基本的にはカナダ空軍仕様の CF-5 と同一仕様であるが照準機は旧式の光学式照準機に戻し ドップラー広報装置を追加。さらに、主翼構造を強化し、前円フラップを自動空線フラップとして使えるようにしたほか、主翼下内側のハードポイントに275ガロン増装を装着可能とした。初飛行は1969年3月24日。短座型の NF-5A が75機、複座型の NF-5B が30機の、 1> 計1 0 5機が製造された。オランダ空軍を退役した機体の一部は、ギリシャ空軍とトルコ空軍に引き渡されており、トルコ空軍の極義飛行隊、ターキッシュスターズでも運用されている。フィリピン空軍の海 -5A とアメリカ空軍の海 -5E 空気取り入れ口の大きさや主翼のストレーキの形状に注目。 RF-5E 体が I 回 -5N 回 -5E 回 -5A の改良型。1972年8月11日に初飛行。レーダーの装備を中心に、カナディア製の CF-5、NF-5 やノルウェー空軍向けの回 -5A、B で取り入れられた改良点も導入されている。エンジンをさらに強力な J85GE-21 に変更。 これに伴い空気取り入れ口の面積を20%拡大したほか、胴体側面に CF-5、NF-5 と同型のルーバー型開閉式、補助空気取り入れ口を追加。アン、アプック -153 空対空レーダーを装備。これに伴い、照準機もアン、ASG-29 ローコスを装備。胴体中央部を 38.1cm 延長し、 左右幅も4 1トル拡大。さらに、コクピット直後から垂直尾翼付昆布までのドーサルスパインを胴体と一体化し、燃料搭載量を増加。これに伴い、コクピット直後から伸びていたドーサルスパインと胴体中央部の段差も、コクピットから少し離れた部分で滑らかに成形されており、回マイナス 5E の外見上の特徴の一つとなっている。面荷重を 赤マイナス 5A と同等にするため、重量増加に合わせて、主翼幻長を付け根部分で 14cm 拡大。主に、ストレーキの部分の面積が拡大されたため、ストレーキの前円は二段交代角がついた形状となっている。CF-5, NF-5 や赤マイナス 5A、B で導入された、伸縮式前足やレスティングフック。 空気取り入れ口や全面風防の除氷装置などを追加したほか、フラップを自動空戦フラップとして運用可能とした。RF-5ERF-5A と同様、機種のレーダー及びコーンを撤去し、代わりにカメラを搭載した専用工具を装着した簡易偵察型。ただし、小さすぎて新型の偵察装置を搭載できないという問題点があり、サウジアラビアが口述する。 タイガーアイ配備までの暫定型として運用したのみ。RF-5E タイガーアイカイ -5E の偵察機型。機種を20センチメートル延長し、レーダーと右側の機関砲を撤去して設置した大型カメラ室にカメラを搭載。ミッションに応じて様々なカメラに換装できる。1979年1月29日に初飛行。ノースロップ社は、 RF-4E の60%のライフサイクルコストで90%の能力を発揮できると歌っていたが価格が買ス -5E の1.5倍と効果であったためサウジアラビア、マレーシア、シンガポール、台湾でのみ採用されたうちのオースロップ製の心臓器はサウジアラビアとマレーシアのみでシンガポールと台湾の機体はシンガポールの STI ロスペースが 海マイナス 5E から改造したものである。台湾ではタイガーゲーザーと呼ばれる。海マイナス5回海マイナス 5E の複座練習戦闘機型。複座での運用に対応したアンアプックマイナス157レーダーを搭載し、機関砲一門を固定装備。1974年9月25日に初飛行。海マイナス 5E をもとに全部座席やレーダー。 機関砲を搭載するスペースを確保するため、機種部分を107センチメートル前方に延長している。ほか、主翼上面に境界装板を装着している。海マイナス 5N スイスで余剰となった海マイナス 5E が、アメリカ海軍でアグレッサーとして最終駅した際の故障。機関砲を取り外し、レーダーをアン APG-69 に換装。 中西合戦闘機中華民国の A ドックでライセンス生産された回 -5E 回。中西とは、小解析の名に由来1973年2月9日にピースタイガーの計画名で回 -5E100 機のライセンス契約が結ばれたのをきっかけに以後6時にわたるピースタイガー計画のもと1986年までに242機の 回マイナス 5E と66機の回マイナス 5F がライセンス生産された。また、1990年代半ばに7機の回マイナス 5E がシンガポールの STI ロスペースにおいて RF マイナス 5E タイガー I に改造された。最初の RF マイナス 5E は1997年8月に中華民国空軍に引き渡され RF マイナス 104G の後継として 第12偵察中隊に配備された。近代化改修型、編集シンガポール空軍の海マイナス5、S ブラジル空軍の海マイナス5、EM 原機関砲が撤去され、機関砲の方向があった場所に、電子機器冷却用の空気取り入れ口を設けている。チリ空軍海マイナス 5E タイガー3、NASA の SSBD 用に改造された海マイナス5、E 回マイナス 5S、T、 RF-5S シンガポール空軍の近代化回収型ス -5E、およ、e、び RF-5E。右側の機関砲を撤去して、レーダーをグリフォカイタモードレーダーに換装し、アンノムおよびパイソンソラ対空ミサイルの運用能力を付加。HUD、多機能ディスプレイ、フォータス概念、完成後方装置などが導入されたほか、 機動性強化のため主翼のストレーキも拡大されている。k -5EM、FM ブラジル空軍の近代化回収型 k -5E、K、e、レーダーを k -5S、T と同じくクリフォカ海に換装したため右側の機関砲が撤去されている。レーザー誘導爆弾やダービー空対空ミサイルの運用能力を持ち、コックピットは完全にグラスコックピット化されている。 タイガースリーイスラエルの協力で回収された地理空軍の近代化回収が高いマイナス 5E イ。レーダーはラビ用に開発されたものを改良した LM-2032 に換装。右側の機関砲は撤去したとされるが外見上は撤去されていないように見える。イスラエル製の偵察ポットやパイソン、ダービーの運用が可能。HUD、多機能ディスプレイ。 ホータス概念などが導入された点は、カマイナス 5S、T と同様。タイガー4のスロップ社が独自に開発したカマイナス 5E の近代化改修デモンストレーター。右側の機関砲を撤去して、レーダーをカイ、カマイナス160と同じ案、APG-66 に換装し、機体構造を強化。HUD、多機能ディスプレイ、ホータス概念などが導入された点は、 海 -5ST と同様、台湾でもタイガー2000の名称で同仕様に準じた回収を計画していたが中止されている。海 -5T ティグリスイスライルの協力で回収された対空軍の近代化回収型海 -5E。形式番号こそ同じだがシンガポール空軍の海 -5T とは別物。レーダーは タイガー3と同じ LM-2032 に換装されたが、指定外戦闘能力は付加されていない。海 -5G 海 -5G。台湾が F-16 の導入を検討した際に、海 -16-79 と共に提案されたが、台湾の要求能力を満たしていないとされたことや、アメリカ合衆国による台湾への兵器輸出禁止を理由に不採用となった。 その後、台湾は、海 -16 などをベースに、国産戦闘機の警告を開発した。同国と対立する中国を刺激しないよう、あえて神経式とせず海 -5 の派生型としての命名であったが、台湾への輸出を断念した時点で神経式の海 -20 と解明した。詳細は、海 -20 を参照 X-29。 グラマン社がカイ、イマイナス5他の部品より製造した、全身力実験機。詳細は、X、X-29 を参照アザラフシュイランのヘサがカイ、イマイナス5をベースに開発した、戦闘機。詳細は、アザラフシュを参照サーエゲ詳細は、サーエゲを参照、アザラフシュを、さらに発展させた、イランの自称国産戦闘機。回マイナス5を強引に、 総垂直尾を化したような外観を持つ。飛行性能を、エンジン、武装、電子機器などの詳細は、一切非公開だが、空気取り入れ口や、そこからエンジンにつながるダクトが、全く変更されていないことから、エンジンは解、解マイナス5のものをそのまま用いていると思われる。コーサル詳細は、コーサルを参照イランが2018年8月21日に、 初めて自国で製造したとして公開した、自称第四世代戦闘機。その NASA は、ソニックブーム提言のための SSBD プログラムに、特殊改造を施した回マイナス 5E を使用している。E、買い方を採用した国は太字で示す。回マイナス5を採用した国、インデペンデンスベイエリア51に配備されている。 キャノピーを開けた状態で駐機している機体が見られるのみで飛行シーンはないため、エイリアンとの戦闘に参加したかどうかは不明。地獄の目白録アメリカ空軍の回マイナス 5A が登場。ナッパーアーム弾を投下して、ベトコンが潜む林を焼き払う。このシーンは、直後のキルゴア大佐のセリフと共に著名で、動作の見せ場の一つでもある。撮影には、 マーキングなどを消したフィリピン空軍の海 -5A が使用されている。撮影にあたっては実際に海 -5 から本物のナパーム弾が投下されたものを撮影した。トップガン海 -5E、海、e、が架空のソビエト製戦闘機ミグ -28 として登場。詳細はミグ -28 を参照なおトップガン入港後のシーンで仮想的機として ナス5 a ス4を使用するとのセリフがあるが、ナス5自体は登場しない。これは、当作では、ナス5が、ミグ二2 8として登場するためと思われる。本作には t 三3 8も登場しているが、地上中期状態のものが映るのみで、飛行シーンはない。プラトーン終盤、北ベトナム軍に防衛線を突破され、 敵味方が入り混じった状態の代替本部を空爆するためにハリス隊員の要請で登場し空爆を行う。撮影にはフィリピン空軍の機体が使用されたエリア88主人公の登場機としてカイマイナス 5E 及び後継機のカイマイナス20タイガーシャークが登場するほか様々な場面で多数登場している少女政府 ベルガモットド,ドミニオンズカリブ海上空で、メキシコ軍の海マイナス 5E が2機登場。レッツイン、ブルーシリーズ主人公が所属する、アグレッサー部隊の使用機として、海マイナス 5E、海マ、e、イナス5カ海マイナス20タイガーシャークが登場。ファントムブライアメリカ空軍のアグレッサー部隊が使用。エースコンバットシリーズ、エースコンバット 0A4、エースコンバット5、エースコンバット0、 エースコンバット X、エースコンバット X に、エースコンバットにおいて、プレイヤーが、使用可能な機体として登場。エースコンバット5では、初期の機体になっており、キルレートが一定に達すると、現実世界でも回マイナス5の後継機として、開発された回マイナス20タイガーシャークが購入、可能になる。最終的には、X-29 へと発展する。 大戦略シリーズ出展、フェデレーション・オブ・アメリカン・サイエンティスツ、フェデレーション・オブ・アメリカン・サイエンティスツ、イマイナス5フリーダム・ファイター、タイガー。2012年5月31日閲覧。諸言性能武装。ありがとうございます。